ミッションを説明しましょう。依頼主はローゼンターン社。目的は大規模アルテリア施設カーパルスの防衛です。つい先ほど不明ネクスト機によるカーパルス襲撃の情報が得られました。詳細は確認されておらず、信憑性にも疑問が残る情報ですが、カーパルスはプレイドルの機関を成す最重要施設の一つであり、依頼主が万全の体制で襲撃に備えるのはごく当然の話です。なおカーパルスにはローゼンタール社最高のネクストノブリス・オブリージュも派遣されます。共同して不明ネクスト機の襲撃に備えてください。カーパルス自体の防衛システムもあり、備えは万全です。こうなれば恐れるものは何もないでしょう。説明は以上です。ローゼンタール社につながる絶好の機会です。そちらにとっても悪い話ではないと思いますが。部隊が全滅、20秒足らずでか。ノブリス・オブリージュ、青いレギュラーを排除する。不明ネクストを排除するぞ。2機か、警告はしたはずだが、侮られたものだ、私とアステリス。ネクスト撃破を確認。終わりだな。いや待て、まだだ。ご丁寧に増援か。不明ネクストもう一機いるぞ、気をつけろ。まさかジュリアス・エメリーが敗れるとはな。メルツェルの先見も凄まじい。まあすでに手負いだ。アルテリア・カーパルスはオルカとグレイグルームがもらい受けるとしよう。反動稼働。